はい、感想だと思うから。で、いきますよ。はい、はい、チーズ。もう一回。はい、チーズ。OK。ありがとうございます。そして。やべえ、今日はちょっとテンション上げていこう。そう、上げていかないと、やばい。あ、今日のツイキャスの開始をお願いします。ツイキャスの開始、覚えましたよ。ライブを開始することですね。はい。5秒前。さあ、始まりました。エロラボです。エロラボ、起きてるかい。みんな、起きてるかい。こんばんは。さあ、今日めっちゃ元気ですよ。元気ですね。今日も飛ばしてますね。やばいっすね、はい、さあ、教授でございます。はい、研究員です。どうもです。研究員です。女子です。はい、シリーですね。あの、で、皆さんにお詫びすることありますね。はい、あの、本当も先週は大変あのお聞き苦しい放送をしてしまい、ラジオお聞きの皆様、本当にごめんなさい。先週結局すいません、何を話したんですか。いや、あの、だから人はなぜ酔うとエロくなっちゃうのかっていうテーマだったと思うんですけど、もう頭が全然回らなくて。そうなんですよ。あの、はい、我らほぼ那覇組なんで、那覇組っていうか南部組なんで、あの、沖縄市はあんま飲むことないんですけど、うん、ね、あの、遠山酒店の上で、あの、小座の地ビール、もう昼からかっこらってですね、めっちゃうまー、うん、めっちゃうまーって、しかった。もう飲みまくってね、うん、めっちゃ飲んだよね。飲みましたね、あの日は。一人5000円ぐらい行ってたんじゃない、うん、中野町が3500円だからね、5000円さ、前も飲んでんじゃん。でしたね。中野町は100分で確か3500円で交渉して行きましたね。で、で、あの、地ビール飲みに行って、うん、で、ベロベロで、ベロベロで、ベロベロで、あの、女子も意外とね、酔ってたみたいだよ。女子、あの日はおとなしかったんじゃないですか。そう、ちょっとしっかりしようと思って。あ、似合わないのに。そう、似合わないことやめろ。あなたいつもベロベロでいいですよ。しようと思ってしっかりしてましたけど、ちょっと名前が忘れてたっていうだけで。今飲んでないですよね。今は飲んでないです。あ、飲んでないですね。ありがとうございます。研究員も寄ってましたよね。っていうか、あんま覚えてなくない、ね、俺らも全然。あんまり覚えてないっすね。嘘、みんな元気でしたよ。いや、元気では元気なんだけど、うん、なんか家帰ってちょっと寝ると記憶が薄れてんだよね。へ、全然飲み足りなかったです。いや、飲みやるかったじゃん。あ、そっか。ここでの会話内容ほとんど覚えてないです。いや、全く覚えてないです。あの、ゲスト出てた、あの、助教授の、あ、イラマチョウ教授ね。そうそう、イラマチョウが大好き。イラマチョウ教授、ほとんどイマラチ、イマラチオの話、イマラチオかしかしてなかったんじゃないですか。そうっすね、淡々とね、うん、あ、久々にド変態来ましたね。来ましたね。さすがやっぱ教授クラスはド変態来ますね。いや、あれは、あれはなかなかのエロラボの研究ライン的にもボーダーですよね。今ラチオ、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 今ラチオってエロラボ的にはちょっとボーダーっすもんね。そうっすね。俺的にはまあまあボーダーっていうか、ちょい、まあボーダーですけど、線の上にいますね。まあ、見てて楽しいような感じですね。うん、おこちゃんはね、アウトじゃないですか、完全に。アウトですね、完全に。今、ラチョウはまあまああれですね。ラッツよね。ラッツよ。いや、ラッツよね。あ、ありがとうございます。で、その後に、中野町行ったんでしたっけ。来ましたね。初。あれ初、いや、2回目ですよ、ね。あ、2回目か。エロラボ終わり2回目。いや、もうめっちゃ面白かったですね。面白かったですね。結構綺麗な方もね。いや、よかったですね。で、俺、あと面白い遊びをあの時開発したんですよ。はい。あの、エアーバイブっていう。なんかやってた。そうなんですよ、これめっちゃ面白いですよ。やってた。こう、女の子のちょっとあそこの近くにバイブを当ててる真似をして、その子を顔を見るっていうゲームしてたんですけど、むちゃくちゃ楽しかったです。面白かったですね。お前もお前にも返したじゃん、エアバイブ。はい、あれやってる、やってる本人はすごい興奮しますね。当ててる当ててる方は、そうそう。で、こいつなんだよっていう顔
で見られる感じもいいんですよね、うん、ちょっとこう、はい、桃に触れて少し俺もビーンってやってたからなかなかあの変な感じになると思うんですよね。あ、楽しかったっすね。楽しかったっす。ラジオ聞きの皆さん、これぜひ要チェック要チェック今だっつよね、今だっつよ。結局あっちでも営業してたけど、あのちゃんと繋げました。いや、千鶴ちゃんとこうねめっちゃ LINE してるんですよ。あ、マジか。めっちゃ LINE してるんですけど、なんか何回かこうキャッチボールしてると最終的には同伴の話になるんですよねそこで一回キャッチボール終了しますよねいやいや、こっちにね出てもらってそのまま同伴すればいいじゃないですか。そうそう、その話何回もしてるんですよ、うん、ラジオ行ってから同伴良くないじゃないですかって話してるんですけど、うん、なかなか出ないんですけどね、え顔もちょっと覚えてないんですけどね、いまいちね。でもなんかバイブの時はなかなか、あと腰めっちゃ細かったですよ。16ぐらいしか出るんじゃないですか、でも。もう1000じゃないですか。先生、あの子良かったですよ、すげえ。あと、今田千代教授の隣にいたすげえ可愛い子いるじゃないですか。あの子にずっと変態なこと言ってましたよ、今田千代教授。マジか、うん、なんか、あの、なんかエッチなこと言うの早すぎないって言われてた、あの子に。あ、確かにね、すごい。あと一人だけ上の方に座っ て, て、みんなもう見下してましたからね。そう、ボソ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 言ってるんですよ、あの人。あ、言ってましたね。はい、今田町教授ね。いや、でもあの人最高ですね。はい、ちょっとジュネーブ帰ったみたいなんですけど、あの、また来たいって言ってましたんで。おー、ぜひぜひぜひ、はい、すぐ来ると思います。もう一人いたじゃないですか、よくわかんない。あ、何にしましょうかね。助手なんですかね。お、付き添いね。付き添いですね。付き添いくんね。付き添いが一番面白かったっすね。付き添い一番面白かったっすね。付き添い途中で、あの、肩に入ったタトゥーを自慢するっていう、面白いことがありましたけど。俺、こっち入ってんねんっていう。あ、そうですね。俺、昔、美容師だったんですよって、ペロってめくって。めくってその発言、ダサいなと思って。そうそう。微妙の全員ダサいそうそう、タトゥーイコール美容師みたいな。そうそう、ダサーってみんなに言われてね、面白かったですね。あいつは俺らを何だと思ってるんでしょうね。中学生ぐらいだと思ってるんでしょうね。それもまたそのタトゥーがドルフィンみたいなちょっとダサい感じが。いやー、ダサかったですね。いやー、あの今田千代教授とあのお付き添い良かったですね。あのコンビはなかなかやっぱり学会でも不運じゃないですかね。もううちの、ね、帰りに女子に手つないで、あの俺ら遊びに行っていいっすか今からみたいな。え、それ一応っすか。俺ら女子伏せてますけど。いやー、あれで3日ぐらいずっと思い出して笑ってました。俺は昨日まで笑ってました。今日も来ると昨日笑ってました。得意げに言ってました。あれはもうめちゃくそ面白いですよ、ね、あれはめちゃくそ面白いですよね、本当に。いや、もうね、もう今日、あの、俺は言わないつもりだったんですけど、まあ研究員が言っちゃったんですけどね、うん、あれは面白いですね。あれは面白いです。本人を目の前に遊びに行っていいですかね。失礼なやつだと思ってね。そして秒殺で断られる。そうですよ。そうね、ラジオのお聞きの皆さん、うちの女子はそんな軽くないですからね。簡単に遊べると思ったら大間違いですよね。大間違いですよ、本当に。もう気をつけてくださいよ。はいはい、ってな感じで。はい、ありがとうございます。今、ラジオっていうか単なる思い出話でしたね。忘れるとこでした、ね。危ないですね。すいません、ミスドと今感じがしました。ミスタードーナツのおしゃべりと感じがしましたね。いやー、来てますね。お、なんかいろいろ今日もあの来てますね。ルッキーニさん、こんばんは。お、女性は誰？あ、あれですよ、助手ですよ。助手ですね。お邪魔します。お願いします。じゃあ今年もフランチェスカさん行きましょうか。ほいほい。じゃあエロラボの、じゃあ、うん、今日のテーマ、助手から発表してください。シリでエロい質問をしてみる。ありがとうございます。おい、お前なんか今まで今一番エロかったんじゃない。あ、本当ですか。やべ、やったな。
今日やってきたな。今日結構クールっすね。今日あいつやってきてますよ。今日現場って言ってたんで。今日現場があれなんでって言ったから、多分やってる。お店の方ですか。いや、撮影の方です。撮影の方。あなたの方です。あなたの世界の方です。うん、あいつやってるな。やってますね。やってますね。今日噛まないっすもん。今日噛まないっすか。いつも噛み噛み噛み。やばいっすね。ハート離れてチンゲ挟まったんじゃないですか。歯間ブラシじゃないですよ、みんな。これは歯間ブラシじゃないですよ。いいですね。本当10分前までもうグッタンって疲れてたんですけどね。さすがです。さすが俺たち。さすがです。エロラオプロですね。あ、ありがとうございます。ですから今日はだからシリに、もうかなりま苦し負けるですけど、こんな企画でいいのかっていう感じですけど、うん、まあ、シリにちょっとエロいことを言ってみたらどうなんだろうと。はいはい。あ、前うちの会社のですね、23歳頃の後輩が、うん、先輩面白いっすよっつって、うん、シリにエロいこと言ったなみたいな。でも夜な夜なね、おっさんがシリにエロいこと言ってて、まあまあ寂しい奴らじゃないですか。僕やったことありますよ。あります。はい。そうだ、だから俺初めてやって、さっき。あ、マスコ。じゃあまあまあ面白くて、と、うん、いうことで、じゃあちょっとシリにエロいワード言ってみましょうか。はいはい。じゃあ BG を一回止めてもらって、何にしましょうか。そうですね、聞いたこと聞いてみてください。聞いたこと聞いてみてください。あれ前やったって言ってたから。なんで片言なんですか。です。あれ、また戻った。チンコ見せてください。私には意味がわかりません。あー、なるほどね。これで検索してみましょうか。うん、そう、あ、なんかこれシリの片言ちょっと助手に似てる、ね、似てないです。似てない。今食い気味で、食い気味で今来ましたね。じゃあはい、研究員行ってみましょうか。なんかスリーサイズ教えてください。私はそのようなアシスタントにはなれません。おお、何が王なのか分かんないけどね。助手のスリーサイズを教えてください。どうぞ。え、私、はい、嫌だよ。トゥルン、トゥルン、トゥルン。すみません、私には意味が分かりません。さあ、行きましょう。じゃあ、おっぱい見せて。ちょっと、ひろゆきさん。すごい。おー、すごい。この返しはやばい。ガクガク。まさかの俺の本名で。すごい、こんな対応もしてくれるんですね。これやばいっすね。これやばいっすね。おー、今めっさんケアだから汗めっちゃ出ましたよ。やばいっすね、これ。俺すごい、ちょっと俺今怖くてできないっす。もうずっと名前だ、どうしよう。いろいろ出てくるかもしんないっすね。名前はちょっと言わないで。シリです、よろしくお願いします。なるほど。じゃあちょっと今俺今かなりピヨってますけど、なんか聞いてますか。シリエッチしよう。ダメです。おお、ちょっとショック、普通に。じゃあ、たぶきさん、なんか、あと。すいません。経験人数は何人ですか。あ、いいね。マジですか。それも見てみたいですけどね。いやー、危ないですね。シリーがまさかのね、研究員の本名を言うっていうね。ヒロ、なんですか。何でしたっけ、何言ったんだっけ。あ、やばいやばい、入っちゃった、入っちゃった。それは面白い。俺、また名前、また俺の名前。これマジ気をつけて。よし、ちょっと BG 再開。ちょっと作戦会議しよう。え、もう終わりですか。いやいや、どんな質問がいいかなと思った。あ、ちょっとね、調べてみようよ。うん、一回 CM 行きましょう。ちょっと今ね、俺もピヨッピヨってしまいました今。うまい。名前言うんすね。カチリハンじゃないって、カチリハンじゃないって。マジでマジで。いや、もう焦ってしまって、焦ってしまって言ってしまった。
メールも見つけます。あ、オッケーです。あ、そうなんですよ、リサさんはですね、来週出るみたいですよ。なんか今千葉に行ってますから、東京に行ってますから、どうかなんか食べに行ってます。さ、声はリサに似てるんですか。あんま甘い声似てるんですか。じゃあ、私の口経験人数はリサつけお前の力物前の、なんて言うの、見せる気、寄せる気全然ないでしょ。もうターリーズ。お前の成功だな。どうした。いや、どうしたどうした。どうしようかな。シリ向ける？向ける？もう終わったの、終わったの。しかも俺、これでも、この iPad は、実は俺の名前契約しなきゃいけないけど、だからいいんじゃない。うちの社長なんだけど、考えば。抱いて。おいおい、松田聖子も抱いてるって言ってました。10秒前。オーケーです。さあ、いやー、シリの方が上手でしたね。上手ですね。人工知能が人間を超えた瞬間でしたね、あれはね。結構ウェブで見ると、はい、あのシリにいろんな質問してる人ってやっぱ結構いますね。あ、いるんですか。じゃあなんかやってくださいよ。いきましょうか、俺が。はい、あ、待って。どうぞ。あ、間違えた。はい、すみません、聞こえます。エッチさせて。理解できません。でもウェブで検索できますよ。エッチさせてって方言だから、ね、エッチさせてだから。ダサいっすね。ダサい。ダサい。研究員ダサいで研究員がするから。もしかしてあれですよね。先週俺この子と遊んでくるからって振られた人じゃないですよね。僕じゃないっすよ。じゃあ、うん、よし。エッチさせて。理解できません。でも別に。ああ、どうも。フェラチオ。私には意味がわかりません。すげえ。フェラチオして。私には意味がわかりません。あー、やべえ。結構ツンツンしてますね。ちょっと俺の尻使ってみるか。これちょっといい感じ。これ機種によって違ったりするんですか。はい、いや、なんか違うみたいですよ。へー、はい。そうかなと思っていました。何も言ってないし。こいつやばい。俺のやつやばいな。今ラチオ。すみません、よくわかりません。聞き取りにくいって言ってるね、今。やっぱ声が悪いからじゃないですか。さあ、じゃあ何がいいかな。難しいな。セックスの仕方を教えて。セックスの仕方に関するこちらの情報がウェブで見つかりました。お、いいですね。いろいろ出てますよ。愛護の仕方教えてくださいと。恵比寿吉和さんとやるぐらいだったら死ぬって書いてます。どういう意味ですか。じゃあ何がいいかな。エッチしよう。エッチしよう。もちろんできません。おお、すげー。もう一回よ。エッチしよう。次に関するこちらの情報。エッチしよう。もちろんできません。あら、セックスしよう。ダメです。おっぱい見せて。ひろゆきさん。
もうまだ名前言うな。もうまだ名前言うな。もうシリやめてくれよ。一番そこが面白いですね。シリやめてくれよ。もうこれ言ったらすぐ俺も黙っちゃいますよ。やばい。教授改め。教授改め。やばい、もうこれどうにかアカウントとか、これでも契約書だからな、できるもんな。いや、もう死に終わっていいですか。もう俺もちょっともう泣きそうっすよ。おマスク全然見ないじゃないですか。あっしもう。あ、でもこの名前言うんですね。名前言うんすね、シリなんとかさんって言ってましたね。でも寂しい時とかやるといいんじゃないですか、こういうのって。え、寂しい時、あ、夜な夜なね、夜な夜な寂しい時とか。俺とさ、お前結構仲良く飲みに行くじゃないですか。たまに出るよね、この溝っていうか。なんつうの、いや結構いろんなこと理解できるんですよ、共感もできるんですけど、うん、たまに全然できない時がちょいちょい出てくるんですよ。思うすか、そういうことですよね、そういうところですよね。例えばこういう二人で飲んでる時、あ、なんか女性欲しいね時とか、うんうんうん、間に入れてだよねって。シリだよねって。俺とお前仲いいじゃないですか。そういうところですよね。いや、本物がいいじゃないですか、本物が。本物が。よし、じゃあちょっとあのこの前中野町でスナックした子にメール送るんだよ。その間にメール、お、3件来てるらしい。お、マジですか。ね、これはツイキャスの方ですかね。メール、お、メールはどうだ。こいつか、こっちですかね、上から3つ、お、あざす。お、これはヨギシコジャパンさんですね。ヨギシコジャパンさん、どうも、ナイスバイブ、今日も出ますかね。ナイスバイブ、ヨギシコジャパンです。女の子のアドルバイブ、女の子の脇を舐めたい、臭くてもいい、毛が少し伸びてるくらいがちょうどいい、舐めたい、そんな僕7年と3ヶ月女の子をご無沙汰です。ヨギシコジャパン、やばいっすね。舐めるなんて、いやー、いや、いましたよね。あの前もラジオで言いましたけどね、はい、あの二人で立ち飲み屋飲みに行って、俺の知り合いのね、いましたね、おっさんがいて、はあ、今こういう変態ラジオやってるんですよっつったら、このおっさん脇毛をメンツにつけて吸いたいって言ってましたね。あ、あれもなかなか変態でしたね。初めてその脇毛を見て勃起したって言ってましたね。言ってましたね。あれやばいっすよ。すっげえ、あと教授が汗かいてるんですけど、額から。まだまだ落ち着きました。いや、あの本当に焦ってます。はい、あの、はい、まあ、一言で言うと名前をバラされたっていう、ね。まさかのあのスタッフではなくてシリにバラされるんですけど、恐ろしいことでましたよ。いや、あれ焦るっしょ。新しいですね。いや、教授はこう破天荒に見えてあれですから、結構チキンですからね。あの予想外の時にはビビるんですよね。ありがとうございます。またメール来てますね、はい、皆さんこんばんは、マーデーです。あ、マーデーさん、パソコンからスマホに音楽を入れたいのに気づうおさおです。 MP3 に変換できず、うん、ため息混じりです。これは、前の、すいません、前のですね。あ、前のですね。前のですね。ちなみに答えるとですね、コンバーターっていうやつがあってですね、それウェブ上ですぐ変換できるんで、それやってみてください。イエス。で、続いて、マーデーさんですね、はい、それでうちの研究員は あの変換してますのでね。あ、これ、これも違う、落ちてる映像をね、ん、あのね、ハードディスクにね、外付けハードディスクに入れてますからね。マーデーです、はい、その女の子かわいい、なんと似てらかわいそうですね、なんと似てらもエロ画像を処理してますから。話が入ってこないんですけど、似てらです。なんすかこの、あのだバラし合いみたいな。いいじゃないですか、似てなくれ。俺なんか名前バラされたの2回は。自
自爆じゃないですか。マスター、マスタービール、マスタービール。OK ありがとうございます。今日変だったじゃんってきたな。で、ほんでもって今日のテーマはシリ、はい、うん、今日のテーマはシリ。もうね、今おばさん、表で聞いてるおばあちゃんとか全く意味わかんないと思うんですけどね。おばにしようか、じゃあじゃあ、うちのシリに聞こうよ、エロラボのシリに。あ、そうですね、うん、俺、トゥルンやるから、うん、OK？ ボタンは乳首でいいですか。いいですよ自分のね、ダブルあれ先週女子をに声かけて振られた人じゃないですよね。僕じゃねえよあのドルフィンの入れ墨のやつで。あ、ドルフィンのやつ。OK でございます。じゃあ、あのエロラボのシリ行ってみましょうか。はいはい、はい、これ予想外だからあいつ今焦ってるはずだねうちのシリ、うちのシリめっちゃ焦ってるはずだよ。じゃあ、トゥルン。今まで何本しゃぶりました。12本ですトゥルンリアルっすねリアルっすね、そうだよ、そうだよ、そうだよ、やばいなぁ。なんか尻マネの片言がいいですね、いいですねあれ、じゃあ俺も、俺も言ってみるから、トゥルンやってね、トゥルンやって、はい、行きましょう。はい、トゥルン。今まで何人、あ、待って、俺が知らんちゃう俺が仕事のシステムですか。俺が知り合った。今ちょっとややこしい。ややこしい。ややこしい。ややばい。すいません、すいません。はい、じゃあ気を取り直して、じゃあもう一度いきましょう。はい、行きましょう。トゥルン。最近いつやりましたか。お。ないです。何すか今の王は。王は何すかね。もう王からもう何が生まれるんですか。もうおととい。いや、おととしかもしれませんだいぶ前ですね。今の喘ぎ声じゃないですよね。違う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 。もっと可愛い、それはもっと可愛い。オスの香りする。早くですね。おお、これお前が付きの外人じゃないですか。あの支度中で感じキスじゃないですか。アースアースやつ。オーエスオーエスオーエスね。はい、行きましょう。さあ、じゃあ次。全くやる。マジでもうやばい。行きましょうか。ちょっと待って。うちの女子。ちょっと待って。シリになってくださいよ。シリ用で。シリ用で。じゃあ研究員がシリ用で。じゃあ、女子、カモン。待って、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ俺から、はい、誰かトゥルンやって。トゥルン。なんで教会でやったんですか。トゥルン。私よりあったよ。ダッサ。僕素になっちゃうんで。シリが素になっちゃいますか。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、もう一回、もう一回行こう。次、女子。女子。質問しね。うちのシリに、はい、何でも答えてくれるから。どうぞどうぞ。トゥルン。今まで男性との経験ありますか。ないだろう。残念ながらありません。あ、今は 100% 研究員滑ったみたいになってるやばい、もう違う、もうさ、やばい、これちゃんとまとめとくべきだね。あ、まとめとく弱いね、アドリブが弱い、瞬発力がね。そうだね。あ、じゃあ俺もあります。はい、はいはい、じゃあトゥルンやってね、誰か。トゥルン。遅っ。甘いエッチの時に甘いつも言ってる甘いセリフを教えてください。どこがいい。なまってますけど、どこがいい。やばい、ちょっと小座から上、小座から来たぐらいのなまりが、ちょっと素が出ちゃいましたね。どこがいいって、あ、どこがいいって聞くんすか。聞くんだ。言います、聞きます。どこがいいって聞くんすか。聞きますよ。気持ちいいっては聞く。
気持ちいいはあんま聞かないっすね。あ、どこがいい聞くんすか。聞きますよ。恥ずかしいっすね。え、もう普通になんつうんですか、フラットな感じで言います。盛り上がる手前ぐらい。どこがいいっすかみたいな感じで。そんなノリだよ。それプロじゃないですよ。でいいっていうところを教えてもらったラジャーで。それなんかそれ探るのがアドベンチャーなんじゃないですか。あ、女の子の反応を見てからってこと。そうそう、はい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 、いやいやいや、初めからもレポート出してもらうんですか。やっぱ出してもらいます。そこにより集中してってな感じ、攻めていく感じです。あ、どこがいい、いただきました、ありがとうございます。気持ちいいって言うんですね。あ、私、気持ちいいって、あ、聞くね。聞くかも。相手の反応を見るんだったらあれになるじゃないですか、うん、なんていうんですか、反応を見るんだったら自分本位っていうか、自分が楽しいか楽しい、自分が楽しめるか、うん、楽しんでるかどうかになるじゃないですか。うん、ああ、なるほどね。ごめん、もう一回言って。やめましょうか。自分が楽しんでるか楽しんでないか。うん、そうそうそう。いや、でもなんか聞かない？大丈夫、痛くないとか。あ、それと同じで、どう、気持ちいいみたいな感じなんじゃないですか。トゥルン。あ、いいね。トゥルン。どっちが気持ちいいですか、助手。どっちが気持ちいいですか。どこが気持ちいいですか。下。この話もめっちゃ前にしてからあんま覚えてないじゃない。ただトゥルン言ってるだけじゃないですか。でも、そうだね。わかんない。男性、わかんないですよ。女子全般だと思うんですけど、手の方が行く人が多いんじゃないですか。あー、何ですか手。だから手こきさんってこと。あ、違うんです、男の人じゃないです、女の人。あー、入れて行く。そうですね、チンコより指ってことね。そうあ、いやー、でも指じゃないですか。指は 100% いくんじゃない。 100% までいかんけど、ほぼほぼ。いや、中出がいいでもっては思った。ん、おととい。やめてもらえません。もう違う、本当は違う。おととい出た、言いたいだけだな。マグロいやー、いいですね。そっかそっか。金玉どうですか。金玉どうですか。金玉なめなめどうですか。僕はあんまっすね。あんまですか。あんまっすね。気が合いますね。なんかこっぱずいじゃないですか。あ、どうですか。シュンってなっちゃいます。あ、あれが。そうそう、あ、わかります。これでも人によって違うんですか。男性でも違うんじゃないですかね。いや、全然違うじゃない。うん、ね、金玉舐められるの好きな人の方がメジャーなんですよ。ああ、そうなんですか。俺は、あともう一個、なんかべちゃべちゃになるんですよね。え、教授がってことですか。そう、舐められたら、金玉舐められたらべちゃべちゃになるじゃないですか。うん、か、あ、濡れるからってこと。そう、びっくりした。何か出てくるのかなと思った。金玉が金玉が、そんなないっす。そんなくす玉みたいな金玉じゃないっすもんな。パコー、おめでとうみたいな。グロいなーと思って。おめでとうないっす。竿からは出ますけどね。まあね、確かに竿からはドロドロっとドロドロですか。いいですね。元気ないですからね。元気ないですか。ですからね。やばいっすね。でもキャバクラ楽しかったっすね。楽しかったですね。でもなんか一人で来てる人もいっぱいいたね。あ、いたいた。来て寝てる人もたくさん。寝てる人いたね。あれ、そっとしてずっと延長させるのかな。なあ、時間来たら声かけるんじゃないですか。でも女の子はラッキーと思うんだろうね。でも暇そうでしたよ。そっか、そうだよな。というか、ああいうなんか大人数で行って、うん、ああいうなんかエアバイブごっことかやるのが楽しい、はい、ああ、そうですね。そう、やっぱなんか
本気ではいけないよね、うん、あれパーティー中で、そうですね、みんな遊びに行くっていうのがいいね、王様ゲームしてるような感覚です。そうだね、で必ず助手も連れて行ってるからね。あ、そうですね、だから助手が楽しんでるかどうかが俺不思議なんだよね。いや楽しんでますよ、とっても。うん、いや逆のパターンだったらさ、うんうん、例えば女すげえいっぱい俺いて、女の子たちがホストクラブ行こうっつって俺一人でやられたら、うわって面白くねみたいなのになるよね。そうですね、最初だけ、一回だけでいいですね。な、なあのネタとしてね、ネタとしてね。そう、女の子を見てるわけじゃないので、こう男性たちを見て面白いなって思ってます。やばい、変態じゃない。もうやめてもー。男を見て、男を見て大丈夫ぞ。ありがとうございます。いやあいつ変態だな、やっぱ女子変態だな、ね、いや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 、普通ですよ。あの変態も出てるけど隠れても変態もいらずね、なんつうの、わかる、普通に見えるけど、はい、変態ってあるじゃないですか、はいはい、むっつりみたいな、やばい、気があったな。何それ、いやなんつーの、こうそう、むっつりみたいなね、うん、いや女子はほらもう変態も出ながらの、はいはい、もっと秘めた変態、これあると思う、変態性はないないない、多分もう私ワニ園でしかセックスできないとかありそうじゃない、ないよ、最終的に10年後もうエラーもやり続けてたらもう解放されまくってからワニ園でなんかテンガロンかぶった男としかできない私みたいな、もうサファリパークとかにそうですね、さあさあさあ絶対もうサファリでしかできない、もうむしろサファリでしかできない。見に行く見に行く見に行く、あれも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 富士サファリパークでしょ、ツアー行く、富士サファリパークでしょ、もう違う、いいよ、おーおーもうおー言ったやつ、違う、もうこっちは子供の国ないですか、近近もうちょっといいですよ、もう、はい、え、なんでかなんでか、いやもう恥ずかしくなるんで、マジで、うん、飲むよ、じゃあ酒、酒はそしたらもう一撃だよ。スーパーサイヤ人でも変態性が、もうサファリが出るか、サファリが女子のサファリがね、でね、出ないよ、女子のサファリが出ますからね皆さん、交互期待、さあよかった、シリシリ広がら、広がらないです、ね、おびっくりした、俺の名前言うと思ったで、じゃあ一旦 CM 行きますか、はいはい、前ずいちゃんキャバ嬢やってた、はい、10秒前ラジオずい何言ってますはい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 、はいはい、ね、研究員おとといやったらしいですからね、オナニーをね、オナニーね、うまいですね、まあむしろ今朝ですけどね、今朝今朝ですけどね、トゥデイモーニング、トゥデイ
やばい、うん、やったんすか前、はい、先週そういえば、はい、おぼろげに覚えてるんですけど、なんかね、今ラチオ教授がお教えてもらった、なんか出会い系みたいなのあったじゃないですか。あれって続けてないんですよ。俺ですか、うん、なんか続きましたよ。あ、もうすか、はい、成功は、いや、成功っていうじゃないけど、やっぱり出てくるんですけど、外人が出てくるんですね、ほとんど。あれって近くにいる人がヒットするって言ってたじゃないですか。はい。じゃあ、その外国人の人たちは沖縄にいる人たち。そう。で、外国人と英会話ちょっとやってますよ。へぇ。だから、なんか、なんかだから出会い系って感じでもないっすよ、そんなに。だから本当にちょっとフェイスブックでなんか友達ちょっとなろうよみたいな感じで言うのとちょっと近いかもしれないですね。だからフェイスブックのあれが出てくるんですよ。おー、もうなんかファックとかそういう単語は全く出てこないですか。あー、わかんないです。 I am Nancy I play tennis って送ってます教科書じゃないですか。 I am Nancy Spankian My boyfriend's シドビシャスって送ってますじゃあ、いや、ちょっと何人か送りましたよ、マジで。へー、はい、で、なんかね、で、マッチするみたいな感じあるんですよ。マッチ見てみますか。うん、 Tinder ですよ。日本人の女性で登録してる人が少ないってことなんですよね、うん、あ、今いないっすね。あらまあ、はい、あなたの周りに新しい人はいませんって書いてます。なんかそうやってやるらしいっすよ。そうだ、今ラジオ教授から教えてもらったんですよね。そうですね、あっちの教授は何名かゲットしたって言ってました、ね、マジっすか。言ってましたよ、マジっすか、うん、あ、いや、マジっすかって言っていいっすか、それ大丈夫っすか。本人が全然大丈夫でしたやっぱやばいっすね、公言してましたから、ね、大丈夫ですかね。まあまあちゃんとした仕事してるんですけどねまあまあちゃんとした仕事してるんですけど、やっぱもう変態性には勝てないって感じですね、うん、いやどうすか、じゃあ女子も登録してみて。いや、それはもう断ったじゃないですか。ん、いや、登録してって言ったから、いいですって。あ、言った。うん、あ、俺登録してって言った。うん、携帯貸せって言われて。あ、マジで、あ、言いそう俺言いそうね、携帯貸せって言ったら嫌ですって言って。あ、割るよって言った、携帯割るよって割れてます。あ、まあ、割れてます。あ、割れてます、すいません、割れてましたねそうなんですよね。女子の iPhone めっちゃこんなことないですか、ね、ですね、決定的瞬間でしたからね。そっか、研究員今やりましょうか。うん、僕ですか、うん、いや、僕は本物はいいですよ。もうもう僕モニター越しで満足です。本当ですか。満足です。本当は満足してないでしょ。ええ、満足でした。触られたくない、触られたいとは思わないんですか。別に大丈夫そうですね、すいません、あの今日なんかね素が出てますよちゃんとちゃんと研究しきんだから、はい、もっとこうやりたいっすって出さないと。いや、あの、キャラがまだ定まってないですよね。あの、自分守ろうとしてるっていうかねいやいや、そんなことないっすよ。でも、いまだにあれは見ますよ、紙面は。その紙面、あのね、あれです、エロ漫画の方ですね、僕は。お、あの、エロトピアとかあんな系のやつってこと。エロトピアみたいな、あ、なんて単行本です。あ、あの、なんかもう液体がブチブチなってるやつ。あー、絵で言ったら絵で言ったら、そう、絵面で言ったら、そうですね。さすがですね、うん、やっぱ一番エロアワにふさわしいっすよね、研究員ってますが。いや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 、まだまだ素晴らしいっすよ。スローガンは一生研究でしょそうですね、もう逆に自分を研究してるぐらいです本当ですか。もう自分は俺でも分かりますよ、お前のこと大体まあ大体いいっすよあ、じゃあ聞いた方が早いっすね前痛いって言ってましたもんね、やりすぎて。ああ、痛い痛い、まだ治ってないっすよ。あら、ほんとやりすぎて治る暇がない。何が、チンコ、チンコ、チンコ、やりすぎて、やりすぎて、すれて、やばい、お職業病じゃないですか。そうですね。そのうちタコができるんじゃないかと。女タコが。ああ、すげえ。お金にもならない。いやー、でも
なんか本当になんつうの棒グラフで言ったらもうこの恐ろしいぐらいのオナニーの数の差があるはずね、俺とあなた。ああそうですね、いやまあ俺もやりますけど、うん、月に、ああそんなもんなんですよ。でもなんかやっぱりでもオナニーは結構週に1回か2回とかやってた方がいいみたいよ。うんうん、最低でも、ね、あの、うん、たたんくなってくんだって。えそうなんですか。うん、やっぱ年もう40も過ぎてるとね。いやでもあの本物がめんどくさいっつうのはわかるよ。なんか家庭がめんどくさいもんね、このプロセスが、うんうんうん、まあそうですね。あとはそのまあオナニーだったら好きな時にできるっていうのもあるんですけど、うん、もう今ってそのまあビデオにしろあとはウェブにしろ、そのこの例えばウェブにしたらこのパソコンの中に何億人っていう女性がいるわけですよ、はい、もう言い換えれば何億人っていう僕の彼女がこのねパソコンっていうボックスの中に入っている。いいですね、これが溝ですね俺とお前の溝今、うん、今日溝まあまあ出てますあっち彼女じゃないですから。そうびっくりした、うん、だから俺お前のこと好きなんですよでもその時は その感覚じゃないですかその時はその感覚じゃないですいいですね、俺やっぱお前のこと好きや嬉しくね、俺お前のこと好きやいやもう恐ろしいこと言ってますよもうでもいいですよ、でも何を笑ってるのだってねなんかみんな乗ってこねえなって全然分からない。だからでも、うん、あれですよね、あのあなたやっぱ全般で一言で言って優しいっすもんね。大きく捉えるとだからただこうおなねたとして見ずにその時だけは彼女っていう感じなんでしょ、うん、ああなるほど。ああまあうまく言えばね、まあ普通に言えばただの変態ですけどねお前の彼女でもないし触れもしないし。いやーありがとうございます。さてさてさて、あなんかフランチェスコさんからまた来てますよ。なんすか、うん、フランチェスコさん、私は毎日オナニーで休みなしで3発出す。おすげえ、おお完全研究員超えちゃうじゃないですか。ダメですよ、毎日3発やったら絶対おかしくなるって。結構気が合いそうですね。気が合いそうですね、店越したらいいじゃないですか。これメールはどうするんだろうな、これかな、これだったっけ、天気予報、これこっちです。あこれは来てないですね。ユーストもある。お、すげえ、ユーストもあるんだ。ユースト。あら、なんか固まってますけどね。ユーストの方には見せられない。あ、来ないんすね。ツイキャスどれだ、これこれか。よっ。よっ。全然映ってないかな。あー、来ました。ツイキャスすげえな。今、8人見てるってよ。ありがとうございます。皆さんありがとうございます、うん。ありがとうございます。ツイキャスってすごいんだぜ。多分ね。私は毎日オナニーか。すごい。いやーでもなんか離れられないっていう人と当たってみたいですね。この肉体と離れられないっていう、いうなんかよく話聞くじゃないですか。もう相性バッチリ。バッチリみたいな。ってやつですね。相性って何なんですかね。はあ、具合いないんですか、今まで相性があった人。いや相性あった人いた、いましたいました、いる、うん、どんな感じ、こうまいってこと、うん、うん、もう入れた瞬間に行くって思うっていうか。おお言われてこれも理想神じゃないですか、言われてる言葉の一つじゃないですか言われて、だからで一緒とか、まあ、一緒、うん、すごい、すごいっていうか、でももうどうなりましたその方と。あ、もう一回きりです。あ、マジで、うん、いやでもこれ言われてみたいですよね、うん、これ外見とか関係なくその物の大きさも含め、全然多分本当に、感情もなかった人だから、だからそういう気も、うん、俺ま、え
ま、もうって言われたことあるんですよ。一応スピードスターなんで。あ、ごめん。あ、ごめんね。あ、ありますね。あります。あとなんかじゃないけど、そういう時って結構なんか可愛い感じで謝りません。あ、ごめんねみたいな。ああ、そ、やっちゃった。いや、それしかないでしょ。もうそれで逃げるしかないでしょ。え、そしたらまたあと1回目が次できるんじゃないですか。そうっすね。それで、ね、ドリーがフォローしますけどね、うん、あとまあ最近はもう、あ、年も年もあれなんで、うん、まあ、もう酒とか入っちゃってるとまあまあのスロースターターですよね。そうですね、うん、もう途中で終わるっていう、もう、うん、もういいですみたいな。そう、中落ち的な感じです、ね、そうっすね、うん、中折れね。中折れ、中落ちってあれ、あのマグロとかありますからね。マグロになりますからね。いや、ありがとうございます。痛いな。いや、でも、うん、まあその助手が言ってるように、うん、あ、やべっつうのありますよね。あ、これやべえかもみたいな。うーん、あとまあそうね、誰かが言ってた、その空中に向かって動かすっていう、うんうん、空に向かって動かしてる感がある子もいますけどね。何すか、空に向かって動かしてる。なんていうんですか、ちょっとあれみたいな。あ、なんていうの、ちょっと広めのワンルームっていうんですかね。あ、はいはいはい、ワンルームちょっと広めな感じっていうんですかね。スカスカ感ですね。スカスカ感が、うん、どうしてもあれ、何なんですかね。あれもなんでですか、筋肉がないってこと。何なんでしょうね。あれ鍛えられるのかな。あのリサちゃんはあのラジオで言ってたよ。あれ、そこは鍛えられるね。そのバナナで切るっていうのが熊本に入ってたって言ってたから。どうやってここに力入れるんですか。そう、うわっ、うん、僕も小学校の頃やってましたよ。そのアナルに、いや、ケツじゃなくてチンコの方なんですけど、よく鍛えるって言って、小学校の時って裁縫セットってあったじゃないですか、はい、あれをチンチンにぶら下げて歩くっていう。あ、筋力トレーニングって言ってるじゃないですか。まああんな感じですね。なるほどね。そうそう、あの冷たい水かけて熱いお湯かけてっていうのやつで、もう少林寺じゃないですか。そうですよ。あ、砂袋あったら多分入れてますよ。だからリズムに合わせて、そうそう、いいですね。おおって言ってますよ。おおって言ってますよ。いいですね。声を殺して笑ってますね。バカですね。最高ですね。さあ、ありがとうございます。今日なんかのんびりしてきたね、終盤で。ですね、うん、もう、あの、テーマが前半で終わったっていう。本当っすよ。もう、尻やばいもんね。あいつやっぱやばい。うん、ですね。何教授でしたっけ。今ラチョウです。いや、もう恥ずかしいっすね。いや、シリのあの会社はすごいっすね。そうっすね。あれはもうエロラも見てんじゃねえかっつうぐらいのね。あのタイミングも素晴らしかったっすね。素晴らしかったっすね。あれは天才ですわ。シリもうちょっと盛り上がると思ったんですけども、まさかの俺がちょっとタイムアウトするっていうね。ダメでしたね。もう代わりにもみんなの本名を言いたいぐらいですよ。シリの代わりに。リアルリベンジですか、うん、じゃあ最後シリ行ってみますか。じゃあ、なんて言おうか。アナルセックスしたいって言ってみようか。アナルセックス。私には意味がわかりません。ウェブで検索してみましょうか。すごい普通の返しですね。やらせて。すみません。やらせて。もちろんできません。あ、そう、俺さっき聞いたな。やばい、どうしようかな。これ落ち的にまた名前が出てくるんですか。やばい。いや、そう、でもその落ちはしたくないですね。いや、どうやったらモテますか。すみません、よくわかりません。付き合って。そうしたいところですが、用事があるんです。付き合って。ありがとうございます。でも私はデートはしないんですよ。なんか人間とはなまってますよね。あの、これ助手じゃないですかね。お、お、ね、お、お。
さ出ししています。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱ今日のキーワードはおっていうことね。おですね、はい、おーね、おおおおおおお、いろんなおが見れましたが来週はリサちゃん出てくれるかな。うん、で俺は中野町でその時行ったあの、はい、キャバ嬢の子も出てくんないですからね。うん、最近そうですね、あのキャバ嬢の方出て、ね、でまた、ね、また遊び行こうよ中野町ですね。面白かった、行きましょう、うんうんうん、ね、3500円だったら3500円いいんじゃないですか。うん、内地とかだったらもっと高いでしょ。5000とか6000円ぐらいでしょ、うん、もう今度同伴でやりましょう。来てもそのまま本当に一緒に、え、同伴ってできんの？連れ出すことできないでしょ。いや、できますよ、できますよ。だってこの来てる間もまあお金払えば。は、そうなの？そうですそうです。え、そんなことできんの？ですよね、オーナー。あの金なしでもできる場合があります。金なし？はい、ちゃんとお店にこの後必ず行くという確約が取れれば。ほらほらほら。お、じゃあ金田もっと安いのかな？北に行けば行くほど安いのかな？だもう国神とかやったら40円とかなってんじゃない？やべ、でも国神のキャバクラとかめっちゃ行ってみたいな。めっちゃ森の中にポツンだってからさ、あ、渋そうっすね。なあ、うん、でもここにも可愛い子がいてももうなんか怪しいしね。うん、ババアだけがいてもちょっとあれだしね。ちょっと怖いっすね。あ、行きたいっすね。でも今度出てもらいましょう。カデナのキャバクラって熱いっすね。言葉だけで熱くないですか？どこにあるんですか？ロータリー？ちなみに、あ、そうそう、お時間ですよ、はい、じゃあ来週はカデナのキャバクラからお届けということでできませんね。はい、ありがとうございます。エララバー教授でした。ありがとうございます。ありがとうございます。シェシェシェラー、おい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 、あ、そうそうそう、カルドじゃねえんだ、はい、やったことありますよ。友達になってお店で飲みたいんだけどその前にご飯食べていこうみたいな話で成立すればその前から、はい、まあ、同伴というのかどうかっていうのはあるんですけど、でもできるじゃん、そうやっていいんだよ、うん、だって俺のね、一番もうレギュラーで隣に女の子と水着で行って、そうですね。女の子教授、女の子研究員、女の子助手、女の子。女多い。一緒に。やば。いや、もう、なんとする。